こんにちは、カオルンです。今日もね、引き続き JVC ケントのことについてやっていきたいと思います。イエイ。とその前にね、僕の髪型はどうですか？ちょっとね、今日切ってきたんですよ。久しぶりにね、髪もちょっと染めましたけど、まあ仕事があるのでね、会社にあんまり迷惑をかけないようなね、色にしてきました。あとね、また違う話になっちゃうんだけど、最近ね、配信を始めました。ライブ配信、歌を歌ってます、弾き語りしてます、カバー曲やってます、オリジナル曲もやってますみたいな感じでね、やってるので。でね、アプリなんですけど、一応ね、ビゴライブというアプリでやってます。ビゴライブ、キャラクターがね、恐竜の顔をしてるね、B ちゃんというね、キャラクターがアイコンになってるんですけれども、ぜひね、そちらでね、僕の音楽、そしてね、僕といっぱい雑談できますので、少しでも見に行きたいと、思ってくれる人をぜひぜひ、見に来てください。お待ちしております。よろしくお願いします。随分話をね、戻っていましたが、やっていきたいと思います。今日やっていく商品はこちらでございます。じゃん、 JVC シリーズから NW の完全ワイヤレスイヤホン HALC50BTD のテラコッタでございます。イエイ。あれ、この商品動画で見たことあるぞと思ってくれる人いるかもしれません。一回ね、実はこのイヤホンね、動画で上げてるんですけれども、まあおかげさまでね、再生回数がね、僕のね、チャンネルの動画の中で一番多い2000回を超えました。ありがとうございます。でもね、あの時はですね、まあ3分、オープニング、エンディング含めて3分ぐらいのね、動画で、しかも会社紹介とこのイヤホンを合わせてやっていたので、なかなかね、詳しく出せなかったので、なんで、もう一回、詳しく動画にして、いいところだけじゃなくて、実際に使ってみてね、ちょっと気になった点、そんなところも紹介していければなと思っていますので、ぜひぜひ、最後まで見てってください。よろしくお願いします。でね、このイヤホンのシリーズの名前なんですけれども、まあ、もう一回言うと、HALC50PT というシリーズになってます。で、前回話したね、商品として出してるブランド JVC、ケンウッド、ビクターのうちの JVC で出してるブランドになります。種類にね、こだわってるシリーズですね。すごくね、おしゃれだと思います。でね、主にこのね、JVC のイヤホンのシリーズとしては、XX っていう充電音をね、充電的に出せるイヤホンと、あとはね、スポーツをやってる人、アスリート向けにね、出している、こう、取れにくいイヤホン、運動してても取れにくいイヤホンっていうので、AE シリーズ、アスリートエボルブという、AE シリーズというのがあります。さらに、このね、ファッションを充電的にしたシリーズ、NW シリーズと、あとね、JVC の数多くある種類の中でも、特にね、品質を重点的に置いたシリーズとして、クラス S というシリーズの4種類があるうちの今回はファッションを気にした NW シリーズとなっております。このね、NW シリーズの、このね、完全ワイヤレスイヤホンのこの色なんですけれども、皆さんのね、よく知ってる黒、白、赤、青の4種類があります。まあ、青はね、真っ青っていうよりはブルー色、水色みたいな感じです。それぞれね、とってもいい色してますよ。ちょっとね、つけてみましょう。まあこんな感じですね。ちょっとね、僕の顔の方が大きいですね。当たり前だけど、こんな感じになってます。まあこのね、カジュアルな服にとっても似合うし、意外にね、仕事をしてる時のスーツにもこうちょっとしたね、ファッションになるので、すごくすごくおしゃれです。強すぎないおしゃれというかね、何気ない感じがね、すごくいいなと僕は思っています。で、材質なんですけど、まあ、ちょっとね、画面上だとね、感じにくいかもしれないんですけど、すごくね、表面がザラザラしてるんですよ。このね、ザラザラ感がすごくね、高級感を出していて、まあつけていてね、さらにおしゃれを増しているというか、そういう材質になってます。ただね、これ実際にはプラスチックなのね。だからこそコスパがいいというところもあるので、見てる人からしたらすごくね、高級感のあるイヤホンになっています。でね、音に関してはですね、低音から高音までもう一定、どれももう無難に聞くことができます。ただね、アップルやソニーさんみたいにノイズキャンセリングがついてないので、なのでね、街の中ではまあ人の音とかね、こう電車の音がね、ちょっと聞こえてしまったり、こうノイズがビリッと入って聞こえなくなってしまうような、そういう時はあるかもしれないんですけれども、まあそれをね、考えても
音はねちゃんとしっかり綺麗に聞こえるのですごくすごく、いいと思います。でさらにですねこのね充電時間なんですけれども、なんとですねこのイヤホン本体は充電が 5.5 時間入ることができます。 5.5 時間でね、このね、ケースの充電時間なんですけれども、なんとイヤホン本体の 5.5 時間分かける2回、なんでね、11時間持つことができます。なのでですね、このイヤホン本体とこのケース合わせて 16.5 時間持つことができるんですよ。すごくないですか？そしてですね、このね、イヤホンに対応するね、アプリがあるんですね。このね、アプリがね、なんかね、微妙なんですよね。実際にね僕使ってみたんですけど3種類音を変えることができるんですよ、ベース音をね中心にした音とあとボーカルのね音を中心によく聞こえるようになる音とあとまあ今聞いてる音と全く同じねフラットモード、そのままの音を出すと3種類があってであとはさらにですねこのねイヤホンもしねちっちゃいじゃないですか耳につけてなくして、しまった時にですねこうこのイヤホンのね光とか、音をね発生させることができる、まあ、遠隔操作的なね感じの機能もついているんですよ。ですがねこのね両方ともねなんか微妙でしてこれねもうイヤホンを批判してるわけじゃなくてアプリをねちょっと批判してるんですがなんかねその3種類のね音を切り替えても大してあんま変わらないみたいなベースの音をねこう聞いていてもこうね頬をね口元にね、こう寄せないとね、今変な顔してるっしょ。寄せないとね、重点音がね、響かないみたいな。こうするとね、重点音響くんで、構造上ね。まあそうしないとダメってなんか微妙だし、あとは、このイヤホンを探す機能もね、じゃあ実際にね、じゃあ外に出てて、帰ってくる時に落としてしまった。外で落としてしまった。家帰ってきた時に気づいたってなっても、結局、ね、広い範囲だと探せないみたいで、結局家の中に、なくなってしまったとかそういうレベルなんで、まあ、ちょっとねもうちょっとアプリの発展のねするべきところ課題はねあるのかなと思っています。でね皆さんねコスパがいいコスパがいいとね僕さっきから言ってるんですけどそろそろ値段知りたいですよね、この値段なんですけど一応ね公式ホームページ JBG ケムトさんが出してる公式ホームページを見ると14,168円14,168円なんでアップルから出してる AirPods と比べるとまあ半額ぐらいですかね半額ぐらいで買うことができますにしてはね同じような、ね、大きさだし、まあ、音もねそれなりにいいのでいいと思います。でねお得な情報としては公式で出してる値段は 14,168円なんですけれども、まあ、実際にね Amazon とかで買う人多いんじゃないですか。僕もね Amazon で買ったんで Amazon で買うとだいたい 10,000円とかもっとね時期によっては1万以下ぐらいでね買うことができる場合もあるみたいなのでぜひぜひ、おすすめしたい商品です。言えてないすごくないですか。定価よりね5000円安く買えるってなかなかだとね僕は思うんですよ。なのでねこの NW シリーズが出してるねこの HALC50PT ぜひね買ってみてください。 JVCNW と、調べてもらえればねここに書いてある NW と調べてもらえば出てくるのでぜひぜひね皆さんこのね動画を見た後に Amazon でちょっと調べてみるのはありじゃないですか。調べるのはタダなんでね。なんでね皆さんに、分かりやすいように、JBC ケムットのそのこの商品のホームページ、あとはですねこの Amazon から行った場合のこの商品のホームページ、概要欄に貼っておくのでねぜひぜひ皆さん見ていってください。はい、ということでね、今日はね、こちらの、JVC の NW シリーズから出しているですね、HALC50PT 完全ワイヤレスイヤホン紹介していったんですけれども、皆さん、動画いかがだったでしょうか？ぜひね、JVC の商品が好きだ、音楽が好きだ、イヤホンが好きだと思ってくれた人、この動画が良かったと思ってくれた人は、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。毎回毎回、言ってるんですけれども、JVC ケムット、ぜひね、Apple やソニーさんに、負けないね、素晴らしい商品をこれからもね、作っていってほしいと僕は思っていますので、ぜひぜひ皆さん応援していきましょうね。ということで、今日もカオルの動画ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いて。ということで、バイバイ。